落合さん。あ、落合さん聞きたいです。何がすごいんですか。優勝決まってわーっと外野に挨拶に行ったの、はいはい、パッと落合の顔見たら泣いてんのよ、はい、俺は落合の息子だぞって言ったら、それがどうしたんやってすげえ怒られてた。あの、マキさん結構いろんなことで喋られてると思うんですけど、はいはい、結構これ喋ってないなっていうのこんなでありますか。長嶋茂雄、落合さん。あ、落合さん聞きたいです。だってドラゴンズにゆかりのある話した方がいいよね、はい、ありがとうございます。落合さん、まあ、一緒に結果的にやることになったんだけど、うちらのやっぱりあのドラゴンズに行った時に、はい、やっぱりまあ僕らチーム単位でどうやって抑えるかで、東京ドーム元年だったんですよ。あ、元年の時にドラゴンズ、ドラゴンズから、あ、ドラゴンズに入団、ロッテから来たの。ああ、だったと思うんですよ。藤田監督の時ですね。藤田監督です。それで西本さんがまず開幕で、はい、もうとにかくインコースバンバン投げて、でとにかくもう開幕からインコースをとにかくどんどん投げて意識させようって言って、でまあ、おあつらい向きな西本のシュートをどう打つかっていうのを見てみようじゃないかって言ったんだけど、はい、まあ、最終的にはもうしっかりレフト前に1本打たれたの覚えてんな、西本さんがね。で江川さんも結構インコースバンバン行ったっていうことがあって、はい、まあやっぱあの当時来た時はまだ31、2でしょ多分。まあそうですよね、長かったと思うんだよ。完全にできる、やっぱりね、すごかったね。やっぱり何がすごいんですか、うん、まあ、あの人のバットの音がやばいんだよ。気が、一緒にやったこと、いや僕は監督じゃん、そうか、うん、あの人のバットって金属みたいな音するんだよ、本人もこの間チラッと言ってた、中に金属入ってる、このバットの、バットのね、これをコンコンって鳴って、あ、音がまあまあだなって言って、いいバットはね金属の音するんだよって言ったのよ。本当に本当ですか。本当に金属みたいな音するの。でもバットだけがいいわけではあんだけ飛ぶ。いや当然でもバットは一番いいバットを落合さんが取って、でその次に原さんが取って松井が取ってみたいな、水野のその序列がありまして、でそういうのでだん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 社会人だ大学だにこう行くっていうようなことを聞いてて、本当にすごい音がして、かなんかね、甲高い音がするんだよね。いや確かにね、なんかあの東京ドームのいつもお客さんが入る時にあのカーンっていう音はあるんですけど、落合、うん、さんのバットの音ぐらいの、そうそう、あのカーンっていう、やっぱり名古屋球場でも、はい、同じようにすごい音がカーンってするのよ。そうか、あのでも実際勝負してるのとチームに一緒に来てやってるんですけど、うん、はい、そうですね、だから晩年になって来られて、うん、あのまあ、でも94年のその 10.8 を戦った時には同じシーズンでやっぱりずっと戦って一緒にやった時にやっぱり頼もしかったよね。 10.8 の時は味方ってことですか。味方でファースト守ってて、はい、で俺まあ先発したんだけど、はいはい、まあ、あのファーストへのゴロもなんかこう内転筋がなんか痛めちゃったのよ、なんとなく。それでもう担がれて球場に、あの、はいはい、ベンチ裏入ったのよ、はい、これも普通交代じゃん、はい、ここをテーピングぐるぐる巻きにして出てきたのよ。あ、それ見た時にこの人やっぱり執念違うなって。あ、そうなんですか。もう絶対ダメだと思う、うん、もうだってその年だったらもう年齢的にも多分 ね、 そうですね、無理する必要ないやん、ね、でももうなんか違ったの。で出てきた時にもう俺ら、もう僕はもう早めに交代してたんだけど、この試合は落とせないんだっていう気持ちを、はい、やっぱりなんか鼓舞したかったのかな。あ、やっぱそれを伝えたかった、ね、伝えたかったんだと思う。で結果的にそこのイニングは守って、ね、その後打った時にまたちょっと走れなくて、なんか一塁交代した行く時にこけかけたかなんかもう走れなくてっていう、 あのシーン僕も覚えてます。それでその後に立浪がファーストにヘッドスライディングして肩脱臼した。あ、全部その試合なんですか。そうだから、あれも中日も同じような思いで、あ、一緒だから、こんな試合をずっとやったら、はい、もう選手持たないよね。そういう試合、本当戦争でしたよね。戦争だったの。あれはだからもうその時にやっぱり落合さんのその執念みたいなものを俺感じたんで、あ、この人なんかまあ野球
に対する執念なのをあそこで見せてもらったんで、はい、でさ試合終わってね、はい、もうあの人も引き上げていけばいいのになと思ったら、うん、優勝決まってわーっと外野に挨拶に行ったの、はいはいはい、それで帰ってきた時かなパッと落ちたの顔見たら泣いてんのよ、はい落合さんが本当ですか涙似合わない人似合わないですね日本で代表するような人じゃん本当そうですよね泣いてたのよ俺野球で泣いたことってないんだけどそれ見た時にもらい泣きしたあ逆にですか、うん、嬉し泣きってことですよねこの人がこんな思いでやってくれたんだと思って、はい、で俺はもう、まあ、2回で交代しちゃってたんだけど、うん、この試合勝ててよかったっていうのを改めて実感したシーンだったんでああもうやっぱり頼もしかったし牧さん先発最後桑田さん桑田あの斎藤が斎藤さんが、うん、投げて、うん、桑田が最後を抑えて勝った試合なんですけどやっぱりそういうこう、はいはい、1年を通して見るとやっぱり越智さんがいたりしてそういうみんなでこうガーンと突っ走ったシーズンだったのに最後失速してきて、はい、ドラゴンズがぐーんと来て並ばれたというそのシーズンでしたねシーズンだったのよ普通ではありえない追いつき普通だったらまあ最後にドラゴンズが打っちゃって終わるんだけど、うん、なんか最後のところでこう徳田原に足がかかったところで勝てたすごいですねクライマックスのない時代のもう優勝するかしないかのラスト1試合で、はいはい、まあでもそこにやっぱり落合さんのその執念とか長嶋さんのこう勝負に対する執念みたいなものはあの試合の前にねミーティングですごいのがあったりしたんでただやっぱりもう忘れられないシーズンだったねだからそこでやっぱり落合さんがさまあ多分巨人に来て優勝請負人として来てたからそこへの対するなんか安堵みたいなものの涙かもしれないな。本人のプレッシャーもあったのかなあったと思うよ。っていう感じはしますね。落合さんとかでファーストからピッチャーのところにこうピンチとかで話しかけてくる、うん、どんなことを話すの？何バタバタしてんのってもうちゃんともうねあの絶対打たれないんだからとかもう前さそんなにあれだもう要するに勇気づけるようなことを長々と言うわけじゃなくて、うん、ポッと言ってさっと帰ってくるような感じですね。ですよね、うん、だからその何ですかその落合さんっていうとなんかこのバッティング技術とかもうとにかくホームランを打つとかっていうイメージがみんなあると思うんですけど中には結構一緒にチームでやられた方っていうのはその引っ張っていく力とかなんかこう、うん、言葉出さずにしてなんかこうありますよやるんですね、うん、そういう背中でこう語るみたいな部分もありますからねもともと僕も監督ね、うん、されてる時に選手だったんですけどあんまり言葉は実際少ない、うん、多くないです多くないですよね、うん、現役時代からやっぱり、うん辞めてからの YouTube だとかよく喋ってますよねいや本当によく喋ってますね、うん、一言一言がいやだからやっぱ貴重じゃないですか落合さんの YouTube だとかは見ちゃいますまたね切り取りがまた切り取り軍団がいるからあの、ね、あのバン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 他のやつもそうそうそう出てくるからいやそうなんですあれ多分切り取り軍団が相当落合さんの言葉を使って、はい、あの流したから結局落合さんがもうじゃあ俺がやるってなったんじゃないかなと思ってるんだよな自分の言葉を伝えたい伝えたいっていう感じですよね、うん、正直ちゃんと自分の意思と違うってなことを言われてるから、うんうん、いや見ちゃうんですよ、うん、そうそうだからもうこれ今のこの2人がまたこれ言っちゃったことによって落合さんのところまた登録者数増えちゃうな、ね、まあいいかまあでも協力ね現役時代に、うんまあ、呼ばれてないの落合さんのチャンネルあれって呼ばれることあるんですか出てないですよね福士君とか来るかもしれない福士君といや福士君は今何、ね声優ですねそれでさ東京ドームでね、はいまあ、落合さん来てVIP待遇じゃん、はい、で福士君来てたのよもう何歳その時は、もう小学生ぐらいかな、まあ、まだ小学生、うん、それで俺らが入る選手の風呂に入ってたわけだよ、はい、あの天然パーマで、はい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 、入ってたのよ、はい、そしたら村田捕手がこう入ってきて、はいはい、おい何するやんって言って福士君に、うん、あ知らない福士君って知らなかった知ってて知ってて。お前何してんやつっていや俺は落合の息子だぞって言ったらそれはどうしたんやちゃんとやれって言ってすげえ怒られてた面白かったそれ福士君お父さんに言わなかったですか言ったでしょ言ったけどそれがどうしたんやって言われちゃったから、ね、特別待遇かもしれないけど、はい、ちゃんと物を片付けたり桶とかちゃんとやりなさいっていうことを言ったんだと思うんだ、はい、
すげえ叱られて、叱られると思ってないから福士君は。あ、もうそういう風に、だから、あの、うん、相手が悪かった、村田新一だから。関係あるか、お前、お前ちゃんとやるの。村田さんはそんな感じですか。村田そうなの。あんな感じですか。あんな感じ、あのままで。悪気ない。ああいう感じですもんね。でも本当そうじゃん、正論を言ってるわけよ、うん、俺は本当に福士だからね、風呂場汚してたって関係ないじゃん、お前片付けるよみたいな感じだったらしいんだよ。それをこう諭したんだよね、うん、で彼はあそこで一つ成長したと思うなんかね、やっぱね、あの福士君のお風呂事件というか、それよく聞くんですよ。あるでしょ、あのドラゴンズの、うん、当時名古屋球場でもお風呂に、あ、事件があった、入ってたっていう、うん、お風呂好きなのかもしれない。家族でやっぱ勢いがある。そうなんだよね、うん、自分を無人な家族ででもやっぱりね、そんだけチームを引っ張ってきてくれたっていう。いやいや、もうでもなんかその野球に対する姿勢みたいなものっていうのは非常に勉強になった選手たちもいたと思うし、やっぱりこう給料をやっぱり球界全体として選手はもっともらわなきゃいけないって言って引っ張った人っていうのはああいう人かもしれない。一番最初の1億円プレイヤーになって、その後もらわなきゃいけないっていうふうに選手は。だから今本当感謝してね、3億円の頃にすげえなって言った時に、大谷が43億もらう時代になりましたから。いや、43億だよ。現役最強ストレート、はい、あの全力じゃないのにもあのスピード、人間の今の限界の、うん、限界、ここ急激にスピードが5キロぐらい落ちる、ストレートのスピードっていうのは、はい